エリック・シュミットのインタビューというのがあって、エリック・シュミットさんって何者かというと、今の、Google の CEO の前の、ね、2015年までの CEO なんです。で、この人はまた、Google の親会社のアルファベットっていうもののトップでもあったわけ。で、だから Google がここまでね、大きくなるのに、まあ、非常に貢献した人なんですよ。で、この人が、スタンフォード大学で、まあ、公開のインタビューっていうのがあったわけよ。で、ある教授がですね、まあ、このエリック・シュミットさんにインタビューしたんやけど、ここでね、いろいろね、失言をしたわけや。でね、それ喋ってる時にね、その司会の教授がね、今カメラ見てますよって、これ録画してますよって書いたわけや。だから知らなかった。だからね、彼はね、ここだけの話、聴取ここだけの話やって言って、まあ、言うたわけやけど、これここだけの話になりませんでって司会に言って。で、何を言ったかって言ったら、二つね、非常に批判されることを発言したんや。一つはね、Google の、その仕事のカルチャーね、が自分のおるとき、現在のね、Google のね、カルチャーはね、非常にダメだというね。どういうことかって言ったら、非常に今、逆にね、労働者から Google のね、は非常にいいって、例えば、いろんなコーヒーとか飲むものとかいろんなものがあって、で、かつやね、この前話したコーヒーバッジングか、みんなリモートで仕事してと。で、ところがシュミットさん、エリック・シュミットさんが言うにはね、こういうね、やる気のなさが、ね、その Google がダメになった原因なんだって。だから、もっとね、死ぬ物狂いで働かんといかんねんって。これね、多分アンニはね、現在の CEO に対する批判じゃないかって気もせんでもないわな。まあ、だけど、それはそんなに言ってもいいような感じもしますけどね。まずいかっや、た。でもこれはね、労働者からさ、まあ、総スカン食らったわけや。そうですか。で、いや、これはまた同じようなことはね、例の、イーロン・マスクもそうよね。そのリモートワークはダメだって、出てこいって言ってるわけね。まあ、だから、経営者、資本家の立場から言えばですね、もう労働者はもっと、ある意味、搾取せんといかんわけじゃないですか、儲かるっていう。だから、出てこいって言うわけ。これが一つね。で、もう一つはね、もっとね、すごいこと言ってね。それはね、非常に、これ問題発言なんだけど、例えば、まあ、なんか作るときにですね、例えば TikTok という、これアメリカでね、TikTok っていうのがバンされたのね。で、まあ、それはそれですね、そこのいろんなコンテンツをね、全部ね、盗んでね、いや、まずね、スタートアップを作ってやね、それが、なんかやろうっていうのは TikTok、例えばですけどね、そういう内容を全部盗んでね、自分の製品を作ると。で、文句言われたらね、あれ、弁護士をね、雇えばいいんだって、みたいなこと言ったわけ。で、さすがにね、そこまで言うと、だから司会者にちょっとね、注意されたわけ。これ今ね、映ってますよって。んで、慌ててね、それまでは、これはここだけの話ですって言ったわけ。ここだけの話っていうのは、聴取、もうスタンフォード大学の学生ね、相手に言って、で、これが公開されると思わなかったわけ。ところがですね、そのビデオ、動画が公開されたんですよ。で、公開されたらね、すごい、まあ、コメント、まあ、ネガティブなコメントがわーって出てきたわけですね。で、慌ててですね、この動画を削除したのよ。ところがね、僕がなんでそれ知ってるかって言ったらね、YouTuber がね、何人かの YouTuber、これをちゃんとね、録画しておってね。で、その、問題発言の部分を ちゃんと録画して言うたわけ。で、それでちょっとして、まあそういうネット界では炎上したという、そういうお話です。まあね、主催者側がちゃんと言っとかないとダメですよね。外に出すっていうこと。
でもまあカメラがあることは見えてはいるわけまあで。ね。で、あと言う側も、今のまずかったって言うんだったら、ちゃんと言うて止めたらよかったんですよね。まあ、いっぺん出ちゃったらね、もうネット上っていうのは、もうずっと残っちゃいますけどね。そうね。まあ、ライブとかじゃなければ、ライブだったんですかね。ライブとかじゃなければ、外に公開する前に編集と。ではあるでしょうけど、編集しちゃったらね、多分、そのトークの内容っていうのがちゃんと整合しなかったのかもしれないし。ね、あるいは P 入れるとかね。P 入れますよね。よくね、こまあの。ね、そのね、可否は別としてさ、やっぱりね、なんていうの、資本家はね、こういうこと考えてんやって。そうです。まあ、なんか今、乖離してますよね。コンプラとかいう面と、すごく新自由主義が進んで、お金儲けはどんどん進むっていう面の、この乖離、表と裏みたいな、本音と建前みたいなところが、いや、どこも同じようなもんであるんじゃないかと思いますよ。で、本音を出してしまったわけやん。胸出してしまったわけですね。ああ、それもね、学生相手に言うたんだからね。それ自体あんまり良くないですよね。よくないよ、それは。相手が。いや。で、この人はね、今現在いっぱいいろんなとこ投資してるわけよ。ああ、そうなんでで、すサンマルトマンともね、いい友達だって言ってるしね。か。ああ、だけどサム・アルトマンはもうあくまでもいい人戦略で言ってますから、意見は、まあ心の中ではわからないにしても、で、外では多分しないという戦略。いや、だからだけど、シュミットの場合は、するんですよね。書だと言って、そういう面白いお話をするわけですよね。それはちょっと違いあるんじゃないですか。ちょっとまあ、今の時代はやっぱいい人戦略の方が、という感じがしますけどね。だからね、サン・マルトマンがね、本当はいい人じゃないのに、いい人戦略してるとすればやね、すれば、これは偽善やね。で、シュミットはね、こういうのね、逆にね、露悪とかいうのね、善の逆ね。これは夏目漱石がそういうこと言ってたけどね、わざと悪ぶるっていうことかな。それはね、気持ちはわからんでもなくて、我々ね、若い頃は悪ぶるのが、ね、若い頃はな、でもシュミッかっトはこよかっもうた。いや、途中でしたよ。時代がね、そういう時代だっちゃったじゃないですか。気持ちはわからんでもないっていうところですね。今はちょっと時代が違う。時代が違う。で、今こそね、もうあれよ、いい人戦略よ。本当にね、叩かれますからね。それいはや、ね。ねえ、いい人戦略っていうのをやるのもなかなか大変だよね。しんどいのよだけね。ど、あまりいい人であったって面白くないですからね、話はね。ちょっとぐらい毒のある話をした方が、話は面白くなるわけですね。まあまあ、確かに、それはそうですね。エリック・シュミットに関しても、あれですよ、聴衆向けのなんかサービスだったんじゃないですか。かもね、かもね。面白い話をしようと、努力をして悪く言ったというこでしょうね、でしょうね。まあそういうのって、あれですね、政治家もよく失敗してますよね。リップサービスみたいな感じで変なことちょっと、講演会で口走ったのがそこだけ聞き取られて、大炎上してって。いや、なんかそれちょっと気ぃつけないと。昔だったらね、この場だけみたいなのが、いけたでしょうけど、今はもうみんな携帯で録音してたりしますから。ね。いや、注意しましょうという教訓でいいんです。あ、そういえば我々もね、この録画の中でいろいろ問題発言したりしますからね。その時はまあね、編集できるからいいのよ。編集、ちゃんと気づけばね。編集して。いや、これがね、例の何ですか、本番の、シングルチサロンはなかなかね、怖いよね。怖いです。あれはね、なかなか編集効かないし、というか、ね、ダイレクトの方にしてるわけ生で。で出てしまった分に関してはね、編集できないですけども、今回、前回の分に関しては、トラブルがありましたからね。結構長時間の。で、そこの部分、カットしたやつを作りましたよ。で、それが、ね、YouTube で公開するのはそれ編集できるけど、でもやっぱり、その、
オンラインでやってる部分があるじゃないですか。ええ、生でやった分ね。あれは、まあ、取り返しつかないですよね。で、受け手の側が取ってるかもしれないし、取ってなくてもなんかどっかのサイト見に行けば残ってる可能性はありますよね。ええ。いや、だから取り返しつかないっていうのはちょっと怖いもんですね。まあでもそんなに問題なかったですね、今まで。大きな問題は。いや、だ前け回ど、のケースか。前回ちょっとカットする部分、大きくカットする部分あったじゃん。ああ、朝収録での方ですね。収録の方でね。まあ、気をつけていきましょう。はい。